ね。はい、じゃあ改めましてバイソンマンガエル対ゲスリュウということで開幕は竜巻が決まりましたね。さあこの千年遊べるカード、バイソンマンさんは、まあ、その名の通りメインはバイソンなんですけれども、ガイルとベガも使ってますね。私もよく対戦しますけれども、中軸度的にはベガ、ガイルも決してメインキャラに劣らない、こんなイメージがあります。最初はガイルが取って2本目しっかりアッパーで竜巻の戻りにお釣りを入れる。ここもお釣り、ちょっと相打ちが怖いような気もしたけど良かったですね。カード本当に千年遊べますよね、このカード。本当にこれは千年カードって言われてますね。あのベガチュンリーが千年カードちょっと納得いかないですけどね。まあそういう方もいらっしゃると聞いてますが、なかなかベガは厳しいんじゃないでしょうかね。まあでもこのゲーム自体がもう千年遊べるゲームなんで、どんなカードでも楽しければ千年カード。2本目はゲスランが取り返す、ピヨってしまった、なんとかここはリカバリーですね。そしてこの距離で真空を全部当てると、当て感がさすがですね。色を変えましたね。竜巻の周りに入りたいんですよね。竜巻が当たる周りにね入りたいんですよね、竜としてはそうですよね。あっとちょっと高かった、追い詰められる。ソニックでなんとか相殺しようとするが、まあ、ここは相打ち OK。 そうそう真空溜まるよ、なんとかガイルが脱出した。あ、食らっちゃった。これはしょうがない、真空を生で食らってしまった。やっぱりゲスさんさっきから見てると、この真空の当て方がうまい、ヒット率がとても高いので、溜まったら余計な手を出せないというのも大事だが、多分ガードばかりしてると投げに来るという話なんでしょうね。投げられ、投げた。体力的にはガイルがリードしてるが、まだまだ分からん。真空溜まったよ。さあこっからどこでぶっ放すかですね。止まった。やってますよ、やってますよ。聖剣、今度はガードできた。なっ、おお、大足、龍が大足で差し返して、いや追い詰めた、したくない、うわー、お見事。今の完全に向こうは固まるのを待ってましたね。ということでこれで2勝ですかね。あ、忘れないようにメモを取っておきましょうかね。ゲス、いっぱいメモ入ってるんですかね、それ。これです。今までの。さっきのはもう消しちゃいました。ベンダさんのあのメモでございます。メモで数え忘れが、数え間違いがないように。ああ見ていた。これはしょうがない。いやー、シンクうまいな。さっきからゲスさんが乗れに乗っている。さあソニック、ソニックで前に出る竜を追っ払う、なんとか裏剣間に合った。この裏剣が間に合うところでソニックをきちんと打てるか、しかしソニックばかり打ってると弾まぎで引っかかってしまうと、この辺の攻めぎ合いでしょうかね。なんとかこのラウンドはうまくガイルがちびちび体力を取っていて、あとはもう余計なことをしなければいい。真空さえ食らわなければね、もうタイムアップでもいけるようなところなんだけれども、おっ、サマーが溜まらなかった。さあここで一回真空を剥がせるが、ちょっと距離が近い。ああ飛んじゃった。飛んだのは痛いが、あるよ。ここからタク、特に何もなかった、なかった。近づいてここから、あーやっぱ、うわー、はね、この勝負強さあるんですよね。結構こういうのがありますね。3連勝、いや素晴らしい。さてここでそろそろ、ちなみにここ両替機の前のようなので離れるといいらしいです。裏剣
踏んでしまった。基本竜の波動はバックジャンプ台 P をタイミングよく出せば割と暗い判定が小さくなって波動抜けられたりするようですが、さっきはちょっと飛びが間合いが悪かったかもですね。冷静冷静冷静にしゃがみ中盤で1本と、そうこの分で取っておきたいところですね。開幕は竜巻見てからかな。竜巻今度は読まれていた。この竜巻結構あれかな、先読みで出してるのかもしれないですね。さっきから空振ることが結構多い、まあ、ソニックを打つだろうというところで打っているが、今のところはガイルに竜巻の処理はされているような印象、うん、今度は冷静に3まで返す。ここはチンク打ってみろと言わんばかりのと、まあ、ストレートでバイソンマンさんが取って、ここで待望の1勝目、なんとか取り返したいところですね。松本さん、またありがとうございます。ありがとうございます。左がこれバイソンマンさんですね。右がゲスさん。波動裏剣、ここは入りますね。ソニックできちんと総裁する、無理はしないでガード。おう、謎のしゃがみダイパン、対空ソニック。今のは今ですね。ここから真空の時間が来ましたよ。ガエルからうわー受け身ない、うん、いつ打つか、打った。ここからしゃがみダイヤス使って時間がない。ここからガエルが攻めないといけないかと思ったら、ユウが飛んでくれて、これはガエルにとっては美味しい展開。あとはもう大丈夫でしょうかね。はい、大丈夫ですね。時間を使ってますね。今のはうまく時間使って、さあバイソンマンさんが1ラウンド選手、3段決まる。今のは表でしたね。シンクはソニックは読まれていた。あー、ここは大足の当て方がうまかった。冷静11、昇竜は出なかった。今のは何が出ようとしたんだろう。キックでしたね、うん、大足は冷静ですね。さあゲージが溜まれば、ここで溜まった。あ、打ち OK。あっと今のはしゃがみ壊しだったんですかね。なんとかガードがギリギリ間に合った。ここで、うん、これはもう相打ち OK というしゃがみ大パン。ここでバイソンマンさんが2連勝、まあ、ゲッサンから見て3勝2敗ですね。徐々に冷静さを取り戻してきたバイソンマンさんというところでしょうか。竜巻も2回連続できちんと処理してると、当たりますね。相打ち OK と、ここは投げはしょうがないと。おお、戻り際に大足が当たる。そして冷静に処理ってる。これはしょうがない。今の流れはいいですね。どんどん動きが良くなってきてるような気がします。波動はきちんと処理すると、竜巻も処理してる。やっぱりゲスさん竜巻が多いな。かなりソニック先読みの気がするんだが、あんまりソニックに竜巻が当たってる印象がない。ここもシンとアッパーで、今のは小竜巻。おう大勝利。今球を打つと思ったかな。あー、被弾してしまった。3ラウンド目、ちょっと今ためが間に合ってなかった。今度はためが間に合う。おお、うまいな。中足に勝利を当てましたね。今のは何かが化けたかな。一気に今度は珍しくすぐに真空を使った。2発連続で波動を食らったのが痛い。そしてこれもさっき見た、ちょっと悪いで投げる。ここがうまいですね。ゲッサンが4勝目。
4勝2敗ですね。さあ開幕のじゃんけんぽんがまだ面白いですよね、このカード。面白いカードですね。ファイヤーでこかされる。早くも端に追い詰められてしまうが、またここで鳥かご状態になる。まだ鳥かご抜けられない。真空は早めに使って、理由的には相打ち OK のファイヤーアードですかね。やっぱりこうなるとスパコンの性能差がものを言う。ガイルはなかなかこの状態でスパコン有効活用できないですからね。龍が1本取って2ラウンド目、スカル今度は相打ち投げられますね。アッパーは一方勝ち、裏剣が入る。まあガイルはここからはあまり無理をしない。ソニックソニックソニック昇竜大昇竜、またさっきの何回かこの前見たぞ。ここで真空を当てる光景を何回も見ている。ここはガード、ガード仕切った、ナイスサマー。ちょっとソニックは重ねが甘かった。あーここ竜的には痛い。投げる、あー投げ勝った。決算5勝目。今のは竜巻の大中小によって降りる場所が変わってきて、ガイルが何で返そうか迷ってたところに目の前に落ちた竜が投げちゃったと。5勝2敗。なんかダッシュとかターボの時の名残で、あの竜巻後のね、あの着地の隙のなさ、うんあったじゃないですか。ありますね。あの名残でなんか結構 X も高くなってますよね、はい、やっぱりダッシュほどではないですけれどもね、はい、まあ、ただ大中小をうまく使い分ければ今回のように相手を惑わすこともできると。時間が少なくなってきて、ガイル的には変なことをしなければ勝てるが、当然真空を狙ってるよ。また来た。あっ、あーいったいな、今の今のうまい。ちょうどガイルが手を出さなきゃいけなくなったところを見計らって追い詰めてる。ちょっと押されてきてるよ。足払い波動、ここは相殺できるね。お、裏切っちゃった。あとガイルも竜の飛びが近すぎるとなかなかリフトアッパーで落とせないのかな。ここは着地にうまいこと真空合わせた、うん、ちょっと流れ的にだいぶ月山に傾いているような気がするな。うまいですね。波動で竜が本当に押してますね。押してますね。そう、月山から見て6勝2敗。竜巻は今度は当たる、投げる。結構強気に歩いて投げましたね。今のは冷静にガード。足払いが長い、この光景何度も見てるな、うん、当てたく、相手が技を当てたくなったところに真空をフルヒット。ずっと喋ってますよ。ルリさんが連戦を終えて戻ってきてくれました。奥の台でやってたんですかね。このラウンドはなんとかパイソンマンさんが体力リードをしているが、まだまだ分かんないですね。この波動の処理をきちんとできないと、どんどんこうやって奥に追い詰められていく。裏剣は入らないですね、この距離。そろそろまた真空がたまりますよ。ここからですね。ここからどこで出すか。あー近い。これだこれだ。録画再生してるかのごとく、何回もこの 2P 側からガイルが何か技を出そうとしたところに真空フルヒット。さあ
ゲージ回収してやっぱり端っこに追い詰めてるのが本当うまいですよね。うまいですね。今日何回シンクは出れるんだこの男は。7対2になってますね。3番溜まってた。垂直ジャンプ。あ、打ちなっちゃった。昇龍は歩いて投げる。これは投げ角なのかな、ちょっと怖いような気もする。ギリギリ裏剣が入って、またここから真空受けないのが飛んでしまった。マイソバさんもちゃんと上を見ている感じですね。体育精度は比較的しっかりしているようなイメージ。飛び、おお見てる。根元から勝利当たる。また追い詰めた。今度は竜巻当たる。投げの受け身はない。ガード、またやっちゃった。それ俺も食らったんですよやってましたね、さっきは。飛び込みの真空結構引っかかりますよね。引っかかりますね。3ラウンド目は毎日なんか相打ちが多くなってきた。内足また当てる。逃げキック、うまいうまい。お、うまい当て方が続いて、最後は冷静に竜巻を見てサマーで返すと。ここで久しぶりにバイソンマンさんが取り返して、決算から見て 7-3 ですね。こっからあるのか。11戦目、10先ですね。さっきから10先シリーズやってます。10先シリーズです。決算が7にバイソンマンさんが3ですね。では島津さんが戻ってきてくれたのでいろいろお願いします。ハードを振ってしまう。ゲージ溜まってしまう。さあ端に行ってるんでダイルは何とかしたいが、はい、松屋さんがこれ字幕を入れてくれてるんですかね。消す対 1P がバイソンマン。溜まってるんで強気で言ってますね。わー、ゲス直撃。バイソンマンさんが3で、さあ開幕じゃんけんポン。逆ですね。バイソンマンさんが3でゲスさんが7ですね。おー、ドラゴンダンス。さあガイル投げ返す。入りましたね。リュウもゲージが溜まりそうですね。これで合ってますね。さあこっから前を詰めてって、字幕が入ったので見ている方も分かりやすくなった。波動連発。おっ、いやさっきからここで真空をやたら当ててるんですよ。あるよ。今回はナイス。はい、あっ、あ、今のがサマーだと思ったのが、あ、でもダブサマー下げるでなかったので、チンとダブルサマーが入ると。あ、よし、ちゃんと波動の隙に当てて、また当てて。あ、よし、ファイヤーじゃないからこけない。ダンプダイキックもやたら入りますね。真空溜まる。こっからが緊張感あるところですよ。おお、接近して大パン。あっと、そしてフック、繋がらない。ヒヤヒヤするですね。真空の隙に大キックが間に合う。これであるんじゃないですかね。8-3、失礼しました、7-4ですね。バイソンマンさんが連勝かね。さあガイル側が乗っちゃったっすかね、これ一応二人です。マイクが入るさえしなければ全然複数実況でもいけると思いますが、ここでマイクが島津屋さんに戻ると。よー、どうもどうもこの組み合わせがバイソンマンのガイルとゲスさんの、竜ですね。はい、もう本職の島津屋さんが解説できてくれたので本職じゃないよ安心して任せられますね。本職じゃないよさっきからこの通常技を変える側出そうとしたところに真空を生でフルヒットというのが何回もある。龍の真空って、X はパナスの普通に強いっていうのもあるんですけど、はいはい、パナスどころとしてガードさせればもうそれでいいんですよ。そうですね、龍は。だから有利フレームを取ってこういう状態でですね、飛ばれないところで打つのが
いいんですけれども、ね、まあ今のは勝ち一応飛べるかな、今のは飛べるはず。8の4、8対4です。8対4、はい、8対4なはずですね。そうですね、8対4です、はい、あ、画面上部の勝利カウンターありがとうございますということで、いやいやコメントもありがとうございます。で、まあ、あとこの組み合わせ、端行くとどっちも地獄なんですよ。端行くとどっちも大変で、で、あんな感じで屈伸を、ま、あの使われると、あの波動だと思ってバックジャンプでかわそうと思ったところに波動を踏んでしまうと、はい、あ、またこれこれ、まあ、これゲス君らしいですね。あの端を維持するっていう、さっきから端にカエルが追い詰められてる場面がやたら多い気がしますが、 ね、はい、それはなんでなんでしょうかね。これはちょっと今ちょっと全部が全部見てないんで何とも言えないですけど、多分こう波動とソニックの打ち合いでちょっとうまいことソニックを相殺できないでガードをして押されたりとか、まあ、それもそうですね。そんな感じが多い気が、あ、しっかりこの玉と上を落とすこのゲスさんの立ち回りが普通にうまいし、あとああいうこと、これはガードを確定から終了です。強いリーチ、多分僕のマイクの方がちょっと声大きいんじゃねえかな、リーチ多分ね。これでゲス君リーチ強いな。端に行っちゃう要因としてやっぱあの波動踏んじゃう、竜巻当たるとか、やっぱその辺でもうこっからですね、もうこっから詐欺飛びから大ゴス行って一気に走っちゃうんで、大ゴス中足真空で、あ、いや中足波動でですね、ゲージも溜まるし、そうだ、そうなんですよね。おう、さあありますよ、あ、ドラゴンダンス、さああと一発圏内、しゃがみないパン打ち取れればというところですね、はい、しかし最後は波動強気ですね、今のは。今のでも待ってたら昇竜食らって終わってたかもしれないですね。そうですね、大昇竜だと多分終わってますけど、あそこはもう意地で通していきましたね、最後の一手を。はい、大キック、さあさあさあ、大足の差し方がいい感じですね。大K、ここで終わらせないぞと、はい、あー引きつけたんなかった。さあ危ない流れ、あーっとチューピーゼロスリーっぽい、あーしかし最後はチ投げと。今のサマーは何かを狙っていたのか、なんか狙ってたんですかね。さあファイナルにならないといいけど、あ、ラッキー、ラッキーだけど安かった、はい、ジャンプ台系、さあこれはあっとラッキー、危ないですね今の、今のはガイド的にはラッキー、サマー、さあこれはいいですね、中継でうまく、はい、飛び通して、あっと最後は上を通さないといいですね、ちゃんとサマー溜まってましたね、しっかり上が出せる、これでこれでバイソンマンが5勝目かな、多分5ですね、はい、5対、ん9-5、はい、さあここから5連勝しないといけないというバイソンマンさんにとってはなかなか結構大変ですね、あー遅かった、っでもどっちもどっち、でジャンプ台系と、あの見ている、竜の手に当てるジャンプ台系ですね、あれがやっぱあのガイル戦かなり使っていいんで、おっ、なるほど、真空はガードしました、これもいい感じですね、おっ、さあさあ波動踏めない、ソニック、あー飛んじゃった、技出さなかったら技当たんなかったのか、ちょっと怪しいラインですけれども、もしかしたら昇竜が使ったかもしれないですね、そうですね、可能性はあります、ただ当たってしまった、これでゲス君リーチ、竜巻うまいな、またしても端に落ちられ、差し返して、差し返しの形で歩き投げ、ブラケン蹴り当たるがダウン取られる、おっ、さあなんだかんだ言って追い返してる、ただ竜の真空が見てる、あこっからが、さあ投げにはいかなかった、ガードした、うわい、しかしガードが間に合い、な大丈夫、さあもうちょっと俺見たいんだけど、これどうだ、失礼なこと言ってるけど、中継からの、うわー歩いて投げる、差し返しの形ですね、しゃがみ中継空振った戻りを歩いて投げるとというわけ